クオリティロードとは、アメリカ合衆国生産の競争場、守望場。主な価値倉に2009年のフロリダダービー、2010年のドンハンデキャップ、メトロポリタンハンデキャップ、ウッドワードステークスなど。2008年11月29日、明ダクト競馬場でのメイドン競争でデビューし、1着。3歳初戦のアローアンス競争2着の後。 ファウンテン・オブ・ユース・ステークスで重症初勝利。G1 競争初出走のフロリダダービーでは2着段格に一橋に4分の3つけて、重症2連勝と同時に G1 競争初勝利を挙げる。しかし、レース後に、列ずめを発症していることが発覚し、治療を行い一時は回復したが、その後再発、陣営は、ケンタッキーダービーの前週に、 同競争への出走回避を表明。その後、6月中旬に、ジャーケンス級舎から、トッドプレッチャー級舎に移籍する。移籍後かつ、故障明初戦のアムステルダムステークスを勝ち上がり、続くトラバーズステークスは、ベルモントステークスの勝ち馬サマーバードの3着、10月3日のジョッキークラブゴールドカップステークスでも再び、 サマーバードに屈して2着に終わる。その後は、サンターニタ競馬場でのブリーダーズカップクラシックに、駒を進めたが、ゲートで暴れ、足に傷を負ったため大事を取ってスクラッチ。さらに、東海岸に戻る、航空機に乗ることを拒否する一幕もあり、だいたいルートとして陸路により、チャーチルダウンズ経由で、東海岸に戻っていった。明け4歳初戦。 ハルズホープステークスを制し、続く、ドンハンデキャップでは2着のドライマティーニに12バシン4分の3差をつけ、1分47秒49のトラックレコードで G1 競争2勝目を挙げた。5月31日のメトロポリタンハンデキャップで G1 競争3勝目を挙げるも、続く、ホイットニーハンデキャップは、ブレームに頭差届かない2着。 秋のウッドワードステークスをも制して、ブリーダーズカップクラシックに乗り込んだが再開の12着に終わり、現役を引退して種ボバ入りした。以下の内容は、エコバスの情報及び、記載法に基づく。引退後は、レーンズエンドファームで種ボバとなり、初年度の種付け料は3万5000ドルに設定された。活躍場をコンスタントに送り出していることに比例して、 種付け量も上昇し、2018年度には7万ドルだったのが2019年度は15万ドルに上昇してレーンズ・エンド・ファーム、つなぎ用種ボバ中最高の種付け量に躍り出し、2020年度にはさらに上昇して20万ドルに達した。ありがとうございます。